妻がいなくなって6年経った。あっという間だったし、長くもあった。なになに？どうした？何よ、どうしたのよ。怖いんですけど。あ、これすごいでしょ。真っ白じゃん。なんで洗ったの？なんで洗ったのって聞いてくれました？アリエール未来って言うんだよ。これめちゃくちゃすごいから菌を予防しちゃうの。だから洗濯した後も菌が増殖しないんだよ。できないんだよ。すごい洗剤なんだよ。めちゃくちゃいいからもうね、バンバン洗濯したくなるの。信じらんない。お父さんも信じられなかったよ。菌が増殖しないんだぞ。先輩からもらったのに。先輩のユニフォームなのに。何それ。だから先輩からもらったユニフォームなのに。あれ、洗っちゃダメなやつだった。いや、そんなの。なんで部屋に出しっぱなししとくんだよ。勝手に部屋に入んないで。いつもお前脱ぎっぱなしにしてるから。たまにやっと開けてるんでしょうが。そんな大事なもんだったらちゃんとしまっときなさいよ。ドキドキ出して回転。え、嗅いでるの？お前それたまに嗅いでたの？それは変だろう。変？いや、変じゃありませんか？遺伝でしょ？遺伝じゃねえわ。もう平井先輩。リオ、お前もう何年だ卒業して。5年か？ 6 年か？平井先輩のあの匂いが消えちゃった。もうね、いつまでも過去の恋愛に縛られてちゃダメだよ。切り替えなきゃ。まあそこまで落ちるとは思わなかったけど。最低。そうだ、平井先輩って下の名前なんていうの？良吉。良吉？平井良吉。良吉。古風な名前だな。そこがいいの。そこがいいんだ。ちょ、笑わないでよ。笑ってない笑ってない。平井良吉、佃高校。検索やめてよ。なんで？興味ない？ない。え、知りたくないの？私はあの頃の平井先輩が好きなの。今は関係ないの。何それ。思い出の中の平井先輩がいいの。今は？今の平井良吉がどうであれいいの。なんだかよくわかんないね。父さんにはわかんないだろうな。父さんにはわかんないね。だからモテないんだよ。そんなことないよ。そんなことないの？そんなことなくはないこともない。なんだよ。よしなさいっての。最近美容院変えた？変えたけど。最近水色のシャツ買った？買ったけど。最近誰かにネックレスあげた？え？気づいてるんだからね。いやいやいや、そんなんじゃない、そんなんじゃない。結構年下？よしなさい。もう5年6年母さんも再婚していいって思ってるよ。やめなさい。このままの方が母さん心配してると思うな。
私だっていつまでこうしてるか分かんないし。そうなのか。いつそうなってもおかしくないって話。そうなのか。可能性の話。父さん一人で生きていけるからな。ご飯だって完璧だし、洗濯だってあり得る未来があったら失敗しないし、趣味もあるし、読みたい本もたくさんあるし、いいカメラ買って旅行とかも行きたいんだ。まだ先の話だから。とにかく父さんのことは考えなくていいから。相手どんな人？だから相手とかまだそんなんじゃないよ。まだ？じゃあ狙ってる人はいるんだ。私と同じ年とかはやだな。まあいいけど。お前だって父さんと同じくらいのやつとか嫌だからな。いや、ないでしょ。まあいいけどさ。あ、いた。え？これだろう。これが平井先輩？これ本人か？間違いない。やば。いたよ。頑張ってるじゃない。もういいよ平井先輩は。今度さ、うん、紹介したい人がいるんだけど、連れてきていい？うん、もちろん。